Yeah!
走りすぎるなよ。几帳面なこって。この辺りにもエレベーターはないようだな。ティファたちに報告する。第四研究室か。扉を開けるには中央の端末まで戻る必要がある。通ってきた扉はもう閉まってんだろ。どうする。道がつながっていればいいが。通信機じゃねえか。ティファーたちに中央端末まで行けねえか聞いてみようぜ。おい、大丈夫か。
気をつけてね。頑張れるかな。慎重に行こう。第4研究室の扉を見つけたところだ。開けるには中央端末まで戻る必要があるが、あの場所からは行けなかった。こっち繋がってるかも。うん、調べよう。動いてない？まだ逃がす気はないということか。ほんと嫌な感じ。残るは第4研究室のみ。あとはクラウドたちに託そう。もう手加減なし。行くよ。気をつけてね。お任せあれ。ごめん。当たれ。眩しい。とろけ。とりゃ。とろけてる。いけ。ビリビリ。よし。なんかごめん。当てられた。そっちは大丈夫。よし、やっちゃおう。勝てたね。
輸液確認、該当エリアのサンプルテストを開始します。大丈夫だよね。うん、クラウドに報告しよう。エレベーター見て。そうか。でも今は使えないの。多分北条の仕業。奴の思惑通り第四研究室へ行くし。こっちで操作したから扉は開いてるはず。分かった、そこで待機してくれ。じゃ研究室の扉まで戻るか。ウェッジのやつ、すっかり待たせちまったぜ。ああ。お前、懐かれてたな。かもな。あいつ、結構人見知りだぜ。ああ。同類だ。いざって時は、頼りになる。ああ、同類だ。そこ
私の出番貫いて。飛んでけ。いや、それいけそうかな。頑張るね。しびれる。そうでなくてはな。データは一通り揃った。検証を次のステージへ移すとしよう。やった、動くみたい。これも罠？エレベーターは安全。そっか、そうだね。感じしないね。音がする。もも、通風が。こっちから鍵がかかってるんだ。さっさと抜け出して屋上へ行こうぜ。向こうにエレベーターがある。ん？動くかどうかは北条次第だが。よかった。エレベーター動きそうだね。北条め、気が済んだようだ。はははサービスした甲斐があったぜ。戻ってきたね。ああ。おい